スーパーライナーはアムトラックが保有する2階建て客車の愛称。バッド車が1950年代から1960年代にかけてアッチソントピカサンタフェ鉄道の列車エルキャピタのように製造したハイレベルという客車に半を取り、2階に主客室と通路1階に出入り口を配置する構造を有する。車体はステンレス構成で、 300両以上が1979年から1981年まで、プルマンで製造された。1993年には、後継モデルのスーパーライナー2も登場、ボンバルディアトランスポーテーションで製造されている。車体寸法は、長さ85フィート、幅10フィート2インチ、高さ16フィート2インチで、重量は高値で14万8千ポンドに達する。 スーパーライナーとアムトラック発足時に継承したヘリテージ客車と連結したサイナ屋根高さの違い。スーパーライナーはトランジション車のため貫通路が低い位置にあり、貫通ホロが連結されている。機関車の発電機から供給するヘッドエンドパワー方式を採用する。スーパーライナー I は空気バネ付き S ミンデ電ン台車を装備して製造されたが、 枕羽部分は後にコイルスプリングに変更されている。スーパーライナー2はコライゾン客車と同様のイコライザー式台車を装備する。ハイレベルカーは重心が高いためいずれもボルスターアンカーを装着している。スーパーライナー仕様列車の一つ、コーストスターライト号前行が4.9メートルと通常の車両より高く車両限界が大きいため、河川終電による電区感のある。 北東回路へは乗り入れできない。第3機上終電による電閣間には乗り入れ可能である。ありがとうございます。